なさい。25分からでした。30分からやっちゃった。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。セプトさんちょくちょく見てました。ヒメリン、あ、渋谷ノートさん、渋谷のお父さん、渋谷のお父さん、どっちですか。渋谷のお父さん、渋谷のお父さん、渋谷の音って書くけど渋谷の音っていう読むあれなのかと思ってた、勝手に。こんばんは。すごい気持ちいい。秋、アマビエのなんだっけこれ、あのアバター、羨ましい。明日宮島水族館行ってみる。え、あ、そっか、そういうことね。ぜひぜひ。うん、こんばんは。こんばんは。きっと出来上がった。そう、ツイートしとこう。みやちゃんとはまだか、ツイートしときます。ぜひ宮島水族館に行かれるのなら、見てみてほしいわ。家にあるさ、のりがさ、なんか良くなくて、もう一回撮る写真。わ、もう一回撮るじゃないじゃん、ないじゃん。ちょっと待って、ダメだった、すっぴんでしたわ。じゃじゃん、お見せします。なんだったっけ名前、なんか名前があったんだよね。このお二人です。じゃん、ドゥーン。目が大変、ちょっと見てる、あ、見てるわ。手取れて
でる。あー、のりのせい、これ。悲しい。2匹で写真撮ったんですけどね、なんか納得いかん写真でね、だからちょっとそれは載せたくないんですよ。画像選びがあれだ、思った時の加工で、加工でどうこう、なんで問題なのかな。まあいっか、どれにしようかな。ちょっと難しいな。でか、こっちにしよう。ツイートって大変よね。1、2、3。1、2、3。今ツイート、宮島水族館に関するツイートをね、しようとしてるんですよ。
島水族館で、にゃん、トンボの顔文字ってないんだ。めちゃめちゃあった気分。トンボ。え、トンボの顔文字ってなかったっけ？こんばんは。めっちゃ見たことある気がする。なんかメルヘンメルヘンなのがいっぱいおる。鉛筆なんで小顔になった。うん、でも今日夜ご飯はね、硬くてね、いっぱい噛んでね、ずっと顎が発達したって思った。紙ならあるんじゃ。なんか一個だけね、撮ったアプリが違って、あれなんですよ。え、すごっ、何これ。なんかあのね、何だろう、感じが違うんですよ。だからちょっとなんかね、そいつかもしれない。そう、ちょっと何なんだ、すごい一眼レフみたいになる。もうちょっとでツイートしますから。なんかね、目がね、
力がないんですよね。すごい。今ね、アプリでねメイクしてる。写真に。ゆめりんレナ、お。ゆめりん。いい感じにできました。ツイートします。できた、いい感じ。チナ、チナ4枚目の写真をアプリでメイクしました。ユミリンすごい。ていうか、あのマハラージャ、マハラージャンさんですよね。いくよ。マハラージャンさんね、曲聴いてたからさ、聴いてるからさ、マハラージャンさんってなる。そうそう、いきます。ドン。スピッテスピッテスピッテの人。ユミリンはから見ますから。ハモ岡本様すごいよね。なんだっけ、何太郎だっけ、あ、セーラームーン太郎もね、セーラームーン太郎だったっけ、あのあれ知ってる、ファーストテイクで歌われた、スピッテスピッテよね。セーラームーン太郎、セーラームーン太郎か。
もう面白かった。今までの写真好きすぎた。本当？よかった。でもね、これ目がね光ってるからさ、ちょっと反射して、そこがね難点ですよね。ちょっと残念ポイント。この服お店で見かけて買えそうになった。だってこれはね、あの GU です。このね上から撮ってる写真は本当にあの目をするのを企んでる1枚目、目下目を当て満足の3枚目なんですよ。で4枚目はアプリで加工したアプリでメイクした。めちゃめちゃ薄かったの。ペッパークラフト皆さんぜひ作ってみてください。なんかこの年になったらそういうやつさ作る機会ってあんまりないじゃないですか。こんばんは。だからね皆さんも、でもめちゃめちゃ難しかったんです、あれ作るの。ほんまに難しかった。なんか口をつける作業がめっちゃ難しくて、なんか最終的にはこの青い子もうあのセロハンテープで留めたけど、それでもね浮いてねダメだった。あ取れてる取れてる、やばいやばい。そうやばいんですこれ、めっちゃ難しかったの本当に。なんか球体を扱うからさ、この頭でやばいやばいやばい、崩壊崩壊。ほれここがむ、あ難しいポイントです。こんばんは。どれぐらい時間かかった？え、でも2匹作るのに、え、多分ね1時間ぐらいかかってる気がするなんかまあ10分ぐらいつけるやろうって思って、シュシュ。なんかでもノリが悪くて最初本当に2匹とね気立ちが気に、でもネキはねこうトンボネキはあの結構メイク濃いめだったんで参考になりました。ちゃんとのりを最初から強いやつ使っとけばいけるかも。なのでこの私の難しかった思いを皆さん話してください。
アイドルがニキニキ言うの笑った今ちょうどなんかそういうのにハマってるから、スレッドまとめた YouTube みたいな。でもそれ私が見てるのはなんか怖い系恐怖系のやつなんですけど、そうでもほとんどそれ見ちゃったからまとめサイトはね全然見ないんですけど、まとめサイトをまとめてる YouTube を見てるそう、それ見てるかも。本当誰だったっけな、かじゃないかも。東京からしてます、ありがとう。3文字だった気がする。本当に怖い系、なんか事件性があったやつとか。うわあ。それでは壇上を読みます。13位コウタンさん、12位オフさん、11位空白さん、10位マサジさん、9位シギさん、8位中原さん、7位ブルーさん、6位長谷川さん、5位坪井祐介さん、4位デブニャンさん、3位マサさん、2位ミッキーさん、そして1位はドゥルルンチちゃん、カボスさんでした、ありがとう。そしてキャナラキナンバー22位はドゥルルンチちゃん、星の鼓動はアイさんでした、ありがとうございます。皆さんもぜひ見てみてください。世の中いろんなことがあるなって思うから、トンボも作ってみてください。またね、ありがとうございました。